こんにちは早川平です石原明の経営のヒントプラス。今日は第378回です。石原先生、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあ、今日は高校の OB からの紹介だそうですね。これ、ウ考コラ見るとすごい時代になってきましたね。20代。ここはまだ、まだね、はい、先輩後輩が、あそうですね。ちゃんとこう噛み合ってるような。うね、噛み合ってる感じがいい感じだね。飲食、ブライダル業、事務職の方からですね。先にテーマをいただいてますね。AI との関わり、括弧財務会計分野。 石原先生、早川さん、いつも楽しく拝聴しています。先生のお話は日常生活、他の勉強とリンクし、いろいろな分野で操縦効果が現れていると思います。ありがとうございます。今回は会計財務分野の仕事と人工知能 AI についてです。現在20代後半で事業会社の経理財務として働いています。最近人工知能の話で、会計系の仕事はほとんど将来なくなるという説が多く、今後会計財務の分野はどうなるのかなと思うことがあります。 先生は会計財務分野と AI との関わりについてどのような見解をお持ちでしょうか今後の会計を主とする人たちのあり方にも触れていただけると幸いです。ご教授いただければ幸いですということなんですが、ありましたね。うん、なお、自分の最近の考えも述べさせていただきます。単純作業や資料作成、データ分析が効率化されるため、人工知能が作成した資料やデータ分析結果をいかに解釈、活用するかが人間の仕事だと思っています。うん 解釈は統計学、ファイナンス理論、マクロ視点での企業活動、ミクロ視点での個々人の消費活動の考察などえ、複合的な目線で人工知能の仕事を読み解ける能力を身につけたいと思っています。人工知能が導き出す資料やデータは、人間が学問的、体系的に発展させてきた数式モデルや構造原理の仮説などを活用した結果であると思うので、人工知能が用いるツールの正当性を見極めたり、意味を深く理解する必要があると思うためです。また、活用では、 作業時間が減り考える時間が増えるため新規事業や M&A を行う際のシミュレーションや情報収集に時間が割けるようになるのかと思っていますということです、うん、なかなか難しいですね真面目だねこの人ね優秀なんだろうねすごい理論的に述べられてますけどうん20代でしょ、はい。え大したもんだねうん,ねうん多分とか総合的にいろいろやってるところのバックヤードのまとめてるんでしょうねそうですね事業会社って書いてありますから、うんうん とということでもうね常々プラスでプレミアム出てきますけどまあ AI 人工知能、うん、そしてそこと会計財務分野ですね先生どうでしょう<ん>どうでしょうね <laughs> 普通に質問ですけど失礼しましたいやいや油断してた油断してました逆質問の逆質問です <laughs> たまにはこう僕からオーソドックスにいってみようかなと、はい、なるほどな、はい、いやこれ流れはさ、はい、それはだって計算をするのを人間がやってたのをもっと上手に間違いなくやってくれるわけだからそうですね パソコンとか AI とかか AI に置き換わるよねっていう話じゃん。でまあ税理会計をやってる人たちから見ると実はその本当にそこの仕事ってなくなるんだよね。うんうん、でなんでその会計とかがさ税理士とかがいるかっていうと、はい、なんでいるか知ってる税理士とか会計士ってる。なんでいるか、うん、これからもいるかってことですかなくなっても。 いや社会構造の中でどうして税理士とか会計士がいるのかっていうのはそもそもわかるかいってそれは何か法律との絡みですかそう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 ですよ、ねうん、そう、はい、税金を納めるために納めさせる基準をちゃんと国が設定してて、うん、それをちゃんとその能力的に持ってますっていうのが実はその税理士さんなんですね、うん、でこの間ちょっとさ僕あのポッドキャストのさゲストにさ超面白い大久保君っていうさ 税理士、ゲストに呼んで2人でろい合わせたんだけど、うん、税理士ってさ、会社に向けてサービスしてるように見えるでしょ。はい、だけど、厳密に言うと、税金払うための間にいる人なんだよ。で、国も会社も、特に会社は、なんで税理士雇うかっていうと、うん、決算して税金払うためのところにいてくれるので払ってるわけで。うん、そうですね。ってことは、税理士さんってさ、基本的に言うとさ、税金払う仕事だけやってていいわけじゃん。うん、でそれが会社の発展とかかなんかに 口出し始めたたりり時間使ったりするるとみんなな赤字になるねちょっとコンサルみたいな感じになったりとかするとねうんだから赤字なのそれうん、うんうん、だから税理士はサービスを向上すればするほど会社の経営がおかしくなる、うんうん、分かる、はい、税理業務から見ると、はい、だからそこのとこが機械に置き換わっちゃうからすごい大変だっていうことで確かに大変なことにはなるでしょうねと、うんうん、そうですね,そ,うですねそこが置き換わっちゃうわけですからね、うん、でその プラスアルファのところで、会社が発展するところに対して、ちゃんとお金を請求できる人だけが成功するわけなんだったけど、うんうん、だからこの人もそうで、うん、後ろのめんどくさいところだけで金もらってるっていうような会計レベルじゃなくて、うんうん、そこはもうとっととやらせて、うん、僕はもう違うことをやりますっていうふうな感じになれば、うんうん、数字は使えばいいし、うん、どういう数字を出せばいいかっていうことを判定すればいいってことなんで、うんうん、やりやすくなるんじっぱりその発想ですよね、この方、後半に書いてた作業的なとことか。うん 全部預けられる部分はまさに AI に働いてもらって、その彼しかできない部分ですよね。うんうん、だから AI は部下だと思えばいいんだね。うん、AI そのものを人間みたいな感じで部下だと思えばよくて、うん、お前もうちょっと頑張れよっていうふうに AI に言えればいいんですよ、うん、この人あんまり悪いこ葉ば遣いとか言ってもすごいやってるねみたいな、うん、大したもんだなって、うん、じゃあ続く,続くとこ,これ、この作業やってねっていうふうに、うん、俺、スター・ウォーズ見たときにさ。うん スターーウォーズ見たときに、うん、ああ、ロボットって友達になれるんだなっていうすごい思ってて、人工知能とは友達なんだって思ってるのよ。うんうん、だからそれも人間みたいな部下なんだよ、めっちゃ一緒な。うん、しかもコスト安いし、能力はそういう意味では何千倍ですよね。そうで、だから使い方だけをお互いに相談すればいたないだけの話だから、人間が A 君がこれに変わっただけって思えば、なんだ問題はない。しかもなんか、別に暴言吐いても泣いたりとか会社辞めたりしなそうですよね、AI 君は。うん、最近きついねって AI は言うらしいで。<laughs> あ、言うんですか,かじゃん やっぱり言うんだ人工知能って今すごく面白くてすごい加速してるの、はい、で前やってたじない人工知能の話で、うんうん、やりましたやりました計算じゃなくて今度推測できるようになったから、はいうん、予測ができるのでチャットができるわけでしょチャットボンでそうかそうですね、うん、だからもう感情を持ち始めたりするんそうかじゃあちゃんと AI にも気を使わないとダメです、ね、だけどもってさあれじゃん AI がもう小説とか書いてるから、ね、そうそうそうなんですよ僕も見ましたこの間クーリエかなんかでなんか記事をだって星新一長は人間じゃなくてもいいんだよ、うんもう ちょっとそれは切ないですけどね。うん。だから全然人間じゃなくても OK で、うん、人工知能で賞を取るかもしれないよ。確かに星一、そうですね。ショートショートとかってら書けそうだよな。うん。おしゃれだよね。うん。と思うけど。うん、でもなんか確かに僕もその小説家の人とか、こう、映像作ってる人が話聞くとやっぱ同じこと言ってますよね。なんか、そこの、 全部取ってかられるか分からなきゃ逆にちょっとこうプロットの部分はもう考えてもらって最後の一番大事なところもしくは最初の一番大事なところだけはそういうのを自分たちが考える時代になるって言ってましたね。うん、なのでやっぱりあ。だからまあこの人はこの会社の中にいるのか、うん、のここから先どうなるかは別にして。うん もうそのこれまでだったら10しか仕事ができなかったのが100できるんだなって思えばいいよね、うん、やっぱポジティブに捉えた方がいいですね実際ポジティブだし、うん、<は>そうすると10動かす人と100動かす人と1000を人ではそこのの動かす感覚の思考が違うはずだから、うん、なるべく早くその上の方の思考に本人がシフトすることだねうん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 、うん これ分かる目の前の仕事するときに、うん、目の前の仕事に集中してるのかもうちょっと大きい視点からこれ見てるのか、うん、さらに大きい視点でこれ見てるのかっていう、うん、ここで勝負がつくから、うん、だからこの人の場合なんかは相当上の方から思考したのに、うん、20代でこんなこと考えられてるんでしょ分かるって <laughs> ちゃんとやってねみたいな。 楽しみですねでもそういう視点でいけばこれからもますますうん、うん、でもこれはねこの方だけじゃなくてこれ聞いてる方全てにやっぱりその AI とどう付き合うかとかこ,この間面白かったけどさ人工衛星とかさはやぶさとかああいうところのベースプランを作ってる方がいてその辺と話したらすごい面白くて現場レベルがすごい精密で大変になってくると全員の思考が現場に行っちゃうんだって。うん 全員の思考がそれだって目の前がすっげえ難しいから <laughs> もうどうやってこれできるんだろうってずっと行くともう目の前になっちゃうんだってでそのおじさんの役割は「ちょちょちょっとほら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 」ほら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 って「はやぶさもいいけど宇宙開発ってそもそも何のためにやるんだっけ?」っていうさ「そおおあーああああ」<laughs> とかで生き返るんだって <laughs> <laughs> だから僕の役割はすっごい楽だよって。全体を 見据えてて、うん、そこからみんながずれないようにするっていうことだけを僕は考えてる上からすっげえ楽で儲かるみたいなこと言ってた方がいてね、うんうん、その人は航空高校かなんかの2期生で、うんはい、その頃って本当にあれみたいよ戦争に終わっちゃって、うん、あのそれこそ,その日本のさ、はい、戦争負けるギリギリで作ってた飛行機ってすっごい飛行機なんだってねところが飛んでたのがナタネ油だから。 それガソリン入れたらさ<ー>もう大変な飛行機だったらしいあの辺はもう極限状態でもうみんなが技術で走って作ったから<ー>それでもう全て抑え込まれたんだって要するにその航空とか作れちいけませんと、はい、でこれアローコとかこの人が飛行機作って、うん、実際に飛べるはずのものを作ったから、うん、もうさ結構大変だったらしいよ、うん、国も、うん、ほんで試験する時にパイロットがいなかったんだけど、うんうん、どうするかって言ったらさ 現役のその激水王の人がさ俺が乗ったるっつってさ飛行機持った瞬間に「うん、あこれ飛ぶ飛ぶ」って言って「飛べ飛べる」とか言ってで本当に飛んだっ,って言ってすけど<ー>俺何回も落ちてるから平気って <laughs> <laughs> で乗ってくれてその人が乗ってくれたからっていうような話来ないし、うん、年り聞いたんだけどさその人がさ言ってたよ「目の前集中すると何やってるか分かんなくなるんだ」って、うん、だからまあそのうん、うん、全体感をこの彼がもし持って 目の前のことと距離感をどのくらいまで大きく持てるかによって人生変わるんじゃない、うん、やっぱ俯瞰できるかですよねどれだけ常に、うんうん、でも先生はまさにそうですよねまあ認知高いという意味でもそうかもしれないけど、うんうん、じゃあま,あまだね20代なのでぜひいろんなチャンスあると思うので、うん、またその後どうなったかやっぱり知りたいですねフィードバックいただければと思います、はい、ということで今日は第378回でした石田先生ありがとうございました、はい